心臓チャンネル、今日のテーマですが、多発性硬化症の2回目に行ってみたいと思います。はい、多発性硬化症1回目で見ましたが、どういうものかというと脱髄疾患です。中枢神経系の中枢神経の神経鞘ですね、神経の神経を包んでいるミエリン鞘というところ、その鞘が破壊されると、これを脱髄疾患というと、何らかのものによって破壊されていろんな症状が出てくると、再発と寛解を繰り返す病気ということですね。そして、急性散在性の脊髄炎の慢性化したものだとも言われています。では行ってみましょう。今日のテーマです。多発性硬化症です。次は何かというと、自己免疫疾患ですね。こういうものを持ってられる方、1型糖尿病とか甲状腺の病気とか膠原病とか持ってられる方は、この多発性硬化症になるリスクが高いということですね。まずこれを知っておくと。それから1950年より前の日本にはこの病気はないということですね。なぜなんでしょうね。そして1972年の調査では、10万人あたり 0.4 人から4人ぐらいですかね、 0.8 人から4人ぐらい。そして、2013年の北海道の帯広の調査では、10万人あたり14人以上になっちゃったということですね。どんどん増えているということです。そして北米とか北欧では非常に多いと、日本よりも10から20倍多いということが分かっているということですね。そして男女比では、男性より女性の方が 2.5 倍と多いということですね。はい、次行ってみましょう。急性黄疸性脊髄炎と、脊髄に炎症が起こる病気というのは、こういうのがあります。そして、この病気、時に麻痺などが起こって重篤になるんですが、これ多発性硬化症の時によく合併する病気ですね。多発性硬化症の方が合併する率が高いという病気ですね。で、他にですね、合併する他の病気ですね、他のどういう病気の時にこの急性黄疸性脊髄炎が出るかというと、まあ、多発性硬化症が最多だということですが、その次には視神経脊髄炎とか、それから細菌性の感染症ですね、ライム病とか、梅毒とか結核とかですね、そういうもの、それから全身性エリテマ等ですとか、血管炎とか膠原病ですね、それからウイルス性の髄膜炎とか、こういう時にも出ると。それから薬ですね、次が抗寄生虫薬とか抗心筋薬、それからヘロインとかアンフェタミンなどの覚醒剤系ですね、こういうもの、そして一番下にありますがワクチンなどということですね。1回目の動画ではワクチンが犯人ですよとお送りしましたが、他にもどうやらこの中にもありますが、こういうものの中に犯人が、多発性硬化症の犯人もいそうですよね。はい、次行ってみましょう。見ていきます。どういうふうにやれば多発性硬化症を持ったマウスラットが作れるかということですね。ここにありますが、実験的自己免疫性脳脊髄炎モデル、これ、急性散在性脳脊髄炎の時も言いましたが、多発性硬化症も同じモデルで作れるということですね。どういうふうにやるかということですが、ここが一番重要ですが、実験動物に他の動物の中枢神経由来のタンパク質を投与すると、ミエリンタンパクに、特異的な T 細胞を誘導できると。わかりますかね、言ってることが。ここが一番重要ですよ。そして、下の方に書いてますが、どういう材料を投与すると、どういう物質ですね、材料を投与すると多発性硬化症を持ったマウスラットが作れるかということは、下に材料は書いてますが、脊髄破砕液ですね、それからミエリンタンパク、生成ミエリン、ミエリン塩基性タンパク、PLP とか MOG とか、こういう物質を投与すると多発性硬化症を持ったマウスができます。はい、で今言ったことが一番重要ですが、まさかですがね、まあこの先動画も続けていきますがですね、この後のスライドもありますが、まさかこれと同じものを材料にして人間にこういう他の動物由来のタンパク質ですね、こういう中枢神経由来のタンパク質から作ったものとか、まさかこの材料そのものから作ったものとかを、まさか人間が投与してるわけはないと思いますが、探していってみますが、これと同じものが使われているのか使われてないのか。では次行ってみましょう。
効果症ですね、多発性硬化症の亜種、似たような病気というか、まあ、同系列の種類の病気ということでね、カテゴリー分けしてるわけですよ。細かく分類分けしてると。まあ、医学界が大好きなこの分類分けということで、どういうのがあるかということですが、まあ、多発性硬化症ですね、それと似た病気に視神経脊髄炎というのがあります。これは、抗アクアポリン4抗体陽性ということです。アクアポリンというところ、このタンパク質ですね、この場所、ここが攻撃されるということです。こういう病気は一つあると。それから、MOG 抗体疾患ってやつですね、また似たようなやつがあるということです。これは、MOG というところの抗体陽性と。これ何かというと、ミエリン、オリゴデンドログリアサイト、グリコ、プロテインって、こういうタンパク質ですね。これの抗体陽性ということです。まあ何言ってるかわからないと思いますが、ミエリン、オリゴデンドログリアサイトという、こういう、タンパク質の軸索のところにあるこのタンパク質ですね。このサイのこの部分が、標的になっている病気と。まあ、細かくカテゴリー分けしてるだけの話で全部同じものだと思いますがね。そういう風にやっているということです。こういう3つですね。亜種が存在するということです。はい、次行ってみましょう。まず何十年か前の古い実験の話をします。スコットランドでの実験の話です。古い話ですよ。どういう実験かというと、ラットの脂肪貯蔵細胞ですね。これを取り出して羊に打ちます。まず羊に打つと。そうすると、羊はこの異種の細胞ですね。異種細胞に反応して抗体を作る。その抗体を取り出しますね。で、取り出して元のラットに打つと。そうするとどうなるかというと、ラットの脂肪貯蔵細胞を攻撃し破壊します。こういう現象が起こったということですね。そして、この技術、これ副作用ですね。この副作用が起こらないために、モノクローナル抗体産生技術という、この技術を使って、この副作用を乗り越えて薬を作ろうというふうにスタートしたということですね。モノクローナル抗体、産生技術というのは、抗体を作り出す細胞ですね。これと、癌細胞を融合させて、不死の細胞を作って、どんどん抗体を作らせると。こういう技術ということですね。これによって作る技術がモノクローナル抗体産生技術。さあ、この副作用ですね。こういう副作用が克服されたのかどうかですね。はい、次行ってみましょう。抗体とはどういうものかということが、まあ、ここに書いてますが、まあ、簡単に噛み砕いて言いますとですね、単一の抗体産生細胞に由来するクローンから作られた抗体ということですね。抗体ですね。タンパク質ですね。何言ってるかわかりませんね。では下の方ですね。どういうふうに作るかということですが、モノクローナル抗体を作るのは、抗体を産生する細胞と、骨髄腫ですね。細胞ですね。癌ですね。癌細胞、これを合体させます。そして、癌細胞というのはどんどん増殖しますから、無限に増殖しますから、自立増殖能を持った、そういう能力を持った細胞ですね。これに抗体を作らせると。これを融合細胞ですね。これをハイブリドーマーと言います。これを作り出して、これにどんどん抗体を作ってもらうと。そして、これを薬にするということですね。はい、次行ってみましょう。抗体から作る薬ということですが、ここにまあ詳しく書いてますが、まあ簡単に言っときますと、抗体製剤というのはモノクローナル抗体製剤、抗体薬品っていうのはタンパク質製剤ということです。タンパク質が薬になっているということです。そしてそれを作るのにどういう材料が使われているのかというのは、まあこの真ん中の方に書いてますが、何が使われているかというと、チャイニーズハムスターの卵巣細胞ですね。これにマウスの骨髄腫細胞、癌細胞ですね。これを融合させて、さっきも言いましたが、ハイブリドーマという融合細胞を作って、そして、抗体を作らせるということですね。はい、次行ってみましょう。ということですが、さっきも言いましたが、ハイブリドーマですね。マウスの卵巣細胞と癌細胞を融合させて抗体を作らせると。そこからどういうふうに言ってるかというと、キメラ細胞といって人間の細胞とマウス細胞と合わせたような細胞を作ると。さらにそこから人間の核ですね。細胞の中の核の遺伝子を組み替えていって、だんだん人に近づけていくと。そうやって人に近づけた、そういう融合細胞ならばですね、要するに、人
人に対する副反応とかそういうのは起きにくいだろうと、それを目指したということですが、どうなったかというと、まあいろんな副作用ここに書いてますがですね、2006年に英国で人での臨床試験、この手の薬の人の臨床試験ですね、猿では何も起きなかった臨床試験の段階で人にサイトカイン放出症候群って、まあ人間の体を全部攻撃してるわけですよ、この薬が。そして重篤な多臓器不全が起こって危うかったというような事件が起こったということですね。こういう薬が人間の体を攻撃しているということです。では次のスライドではこの手の薬の添付文書を見てみましょうね。医薬添付文書を見てみましょう。これ抗リウマチ薬ですね。抗 TNFα 阻害薬というやつですね。これモノクローナル抗体製剤です。はい、どういうふうに書かれているか、今回は多発性硬化症のことだけですから、まあ見ていくと、どの、ここにずっと見ていくと書いてますね。なんて書いてますかね。中枢性の脱水疾患、それから末梢性の脱水疾患、両方出ますよと書いてますね。多発性硬化症、視神経炎、書いてますね。横断性脊髄炎、ギランバレー症候群と。こういうふうに出るということですね。この薬。そして、この添付文書にものすごい数の副作用が書いてますが、この手の薬、体のあちらこちらも全部じゃないかというぐらいの場所を攻撃してます。要するにモノクローナル抗体製剤を作ろうと最初に試みた時に予測していたその抗体ですね。抗体を戻すと、さっきも言いましたが、ラットの脂肪細胞を取り出して羊に打って羊の中で抗体作って抗体をラットに戻すと。そうすると攻撃が始まると。この最初に懸念されてた副作用を全く克服してないと。体のありとあらゆるところを攻撃するようになってるということですね。はい、もう一枚では、添付文書、他の医薬品の添付文書を見てみましょう。添付文書を見てみましょう。インフリキシマブという薬ですね。モノクローナル抗体製剤ですね。遺伝子組み換えの薬です。そしてタンパク質製剤ですが、こういう薬ですね。モノクローナル抗体製剤というのはどういう治療に使われているかというと、まあ、ここにもいっぱい書いてますがですね、主に膠原病とか、がんとか多いですね。関節リウマチとかベーチェット病とかこういうものですね。こういう治療に使われてたりとか、それだけじゃなくて、ここにも書いてますが、潰瘍性大腸炎とかクローン病とかですね。こういうものにもいろいろ使われてると、川崎病の急性期に使うとか、それからまだここには書かれてませんが、喘息の薬とかもありますね。高脂血症の薬もありますね。それから骨粗鬆症の薬なんかもありますね。どんどん適用が広がってきてます。こういう薬が使われれば当然、多発性硬化症出てくるということですね。そして一番下の方に何と書いてるかということですが、ここにも書いてますが、脱髄疾患と書いてますね。多発性硬化症、視神経炎、横断性脊髄炎、ギランバレー症候群が、起こることがあると書かれてます。要するに薬が起こしてるということですね。それでですね、最後に、多発性硬化症を持たれている方、自分が多発性硬化症になった時にですね、こういう系統の薬を使われた記憶がないか、それから1本前にお送りしましたが、B 型肝炎ワクチンの添付文書にも製薬会社ちゃんと書いてくれてます。多発性硬化症出ると書いてますので、B 型肝炎ワクチン打たれた経験がないか、よーく発病したところの前後、前ですね、発病したところの前でそういうものを使わなかったかどうか考えてみてください。はい、今日は多発性硬化症についてお送りしました。ありがとうございました。